こんにちは。次ゲです。北川です。お願いします。お願いします。はい、ということで本日はですね、はい。まあ見慣れない画角かと思いますけれどもですね、次元スタジオの三重ラジ。<laughs> 第20回目ということでね、結論から言うと、事務所を移転しました。おうございます。 ただね、私の事務所というよりもまあ以前から言ってる通り遺関さんの事務所を曲がりさせてる身分ですので我々はその伊関さんが事務所移転するということで我々は金魚の糞のようにですねついていったというような感じになりますね <laughs> 移転したっていう動画をあげるにあたってはやっぱりいろいろな場所をこうルームツアー的なね感じでやんなきゃいけないっていうふうには思ったんですけれどもやっぱりそれこそ伊関さんの会社の方の書類系ですとかちょっと大事なものとかまあ映ってしまう可能性が大いにあったのでその動画自体を 作ってないということでございますが報告といたしましては我々の方でもちょっと事務所移転させていただいたということで港区です港区男子港区男子になりました我々。聞こえだけいいですまあ、そういう風な感じでですね科学的にもごちゃついてる感じも少し伺えるかもしれませんけれども一旦はちょっとここで撮ってるっていう感じですしあのスタジオ自体をですね前の事務所から持ってきてますから伊関 <laughs> さんのすごい寛大な心ということであんなでかいスタジオを <laughs> 組まなきゃいけないのにもかわらず持ってきていいよって言ってくださっ とということなのでねお言葉に甘えまくっているような感じになってしまうんですけどもですね引き続き YouTube 自体もですねちょっと頑張っていこうかなと思ってますのでよろしくお願いしますちょっと謝ってもいいですか俺ホントに面白ざいでした私の普通のミスでですね前回のラジオ<ー>、はい、消してしまいましてですね 本当ににし訳ございませんでした拓也にも陳謝したしまあ皆様にもちゃんとねあの固定コメントでね本当に申し訳なかったとあのわざわざ長文であったりとか初めてコメントしてくださる方もいらっしゃったでしょうけども私の本当にミスでコメント自体も消してしまうような形になってしまいましたし訳ございませんでしたでも言うて30件超えたといういやびっくりですいやーありがとうございます,います本当にそれでも1600回は回ってるっていうのはだいぶ我々としても進歩してるんじゃないですかいやでかいですよ、ね、本当に前回は一個一個の質問に対して結構語りまくったから尺的にもね ななかかかっったたたりりととコメントを返すのが少なかったりしたとプラスアルファ、ちょっと事務所自体も変わってしまって、その撮影の勝手だったりとかも若干ちょっと変わってくる中で、スタイリングとかもまだ正直取ってないんですよ。ですから、今回はもう何があった今週って言ったら、もう俺ら正直引っ越ししかないやん。引っ越ししかない。<laughs> だから、本当に引っ越しそ。それも全部割愛した上で、20回目は皆様のコメントを答えていこうっていうような感じに、多めにね、ちょっとこうやっていこうかななんて思ってますと。言いましょうか、じゃあそれしたらね。消したにもかかわらず、改めて質問してくださった方、 コメントしてくださった方本当にありがとうございましたありがとうございます本当にありがとうございます <laughs> そこじゃあ返していきますかちょっと返していきましょう元 F さんですねあいつもありがとうございます <laughs> <laughs> いつも本当にコメントありがとうございます <laughs> あっという間に2月ですねお二人のバレンタインデーの思い出を教えてくださいとのことです僕はもう直近なんですけど前回のバレンタインでその彼女と遠距離だったんですよはあははあ、なるほど遠距離なんでなかなか過ごせないじゃないですかと、うん、いうことで逆にバレンタインですけどチョコレートを百貨店行って買いに行って、うん、その日に着払いで 着払いじゃない。いやいやいい使うよ、これは。使着払いはやばいなバレンタインの日に日ち指定で東京のその住所のうにチョコレート送ったんですよ。なるほどね。そしたら、バレンタインの僕の家にですね、逆に東京から送られてきてて、お互いそれは喋ってないんですよ。ああ、すごいすごい。喋ってるんですけど、お互いが同じことしてて、同じような、まあ、あっちはもちろん手作りだったんですけど、僕はまあ、まあまあ、ちょっと高級なね、チョコレートを返し合ったっていう思い出で。 好感度上げようとしててるっいや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 、本気でああって出来事なんですだけど、着払いにしてるんで、好感度はプラマインにしてないけど、ミスミス。ただのミス。遠距離の方とか、もし見られてる方でね、いたらね、こういうの多分あるかなと思うんで。ああ、もしかしたらね。共感していただけるんじゃないかなと思います。気遣いというか、本当にこう、会えないけど、そういうイベントごとというかね、大切にする感じはすごくね、聞いてて俺も幸せな気分になったですかいいなと思いますよ。遠距離ならではって感じですね。まあ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 、そうだね。そんな感じでした。なるほど。 私は中学校ぐらいまでの, <laughs> だいぶ坂の覚えてるそれ。<laughs> これはね、相当覚えてる。その当時、めちゃくちゃ好きな子がいたの。好きになったら結構好きなんだ俺。で、俺、結果的にその子のこと、多分10年ぐらい好きだったの。その子が、まあ、中学校からの同級生の子で、同じクラスになってたんですよ。中1の時に。思いを寄せてたわけです。その時になんかまことしやかに、その子も俺のこと好き的な噂がちょっと風のでこうなんか来たみたいなあー、なあ,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 あるそういう、そういう。えー、みたいな。えどでもその本人に 聞けなないし共通の女の子の女子友達でどうなったんこれはみたいな。え、なんか、そらしいよみたいなこと言って。え、やばいやばいやばいみたいな。わちゃわちゃわちゃってなった時に、その時のバレンタインデーの時に、まあ、ありがたいことにね、結構もらったんですよ。チョコチョコ。まあ、こんな感じじゃないから、中学校の時は、まあ、それなりにぼちぼちだったんですよ、まあ。まあ、イケメンとかじゃないよ。ちょっと運動神経は良かった方だったし、はい、ムードメーカー的なね、なるほど感じでもあったから、まあ、そういうのってちょっと、モテるっていうか、<laughs> <構>まあま、あ人気はあります、ね、人気は出てくるじゃない。 っってちょっとチョコレート何個かもらってた中でその話を聞いてたわけやんあの子も俺のこと好きなんじゃないか的なねそれも申し訳ないけどその子待ちだったのよ俺チョコレートチョコレート当日ですよ結果的に2月14日にはもらわなかったもらえなかったというバレンタインの日にはバレンタインの日にはこれもうちょっと出まいやん俺もう完全になんかからかわれとるやん耐えとるやんもう誰<や> <laughs> みたいな俺のこの枠継ぎ返せよと思ってたんだけど翌日になってももらわなかったの聞くわなそれは共通の女の子の友達にどうなっとんう 聞けと <laughs> もらえんねやけどもらえんねやけどみたいな。<laughs> <laughs> まあまあ、そ、そこもな結構チキってた部分もあったし、あれだったんだけど、なんかその子が曰くね、当日はちょっと渡せなかっかタイミングがその子的に無理だったと。で、次の日に渡すチョコレートっていうのは、本命の人にはあげない的ななんか、しき足りじゃないけど、わかんないけど、なんかそういうのがあったのよ。あったのよ。<laughs> <はい S 1> なんかその回、周りでは。だから渡さなかったと。じゃあ明日じゃないなって、もらわなかったらもう、もういよいよやわと。ちょっとからかわっ 壊れすぎてるとそういう思いながらまあ3軒ぐらいまでかな終わったんですよ。なんんだもらえ,ねえじゃんと思ってバーって帰ろうとしたら結構強めにクッてやられてな,なんだと思ったらその子でみたいな。 もらったんですよれあれはね俺多分人生の中でもう5本の指に入るぐらい嬉しかったよって,ってその時に中学生だから特にそういうね何もないけどもお付き合い的なことはしたんですよその子とその子のことこ好きすぎて話しかけられなくて終わったっていう苦い思いで生あるる何 <laughs> それ結局ダメやった <laughs> 全然ダメやったえどんぐらい続いたんですかそのこといやいやだから3か月ぐらいじゃんだからもう話せないでも好きすぎてその子もね結婚して子供も生まれて、うん、ああそうだったんですね,、うん、ね幸せに暮らしてるみたいですから <laughs> 僕と結婚してたらもうこんなことにな いやーでもね <laughs> もうそれはそれでねお互いいい道進んないでしまでまょ、まあ、そうそうそう,そうだ、ね、僕自身も、まあ、悔いはないですしねこの道に進んだことに対してもその今のその女の子に関しても大事な方と巡り合って、まあ、まあそんな感じですわありがとうございますいもう皆さんバレンタインの思い出今年何かあったらそうだね <laughs> 確かに皆さんも是非ねバレンタインの思い出とかもちょっとコメントでいただけたらなと思ってますけどもありがとうございますありがとうございますバルトアシックスとミタスとのコラボすに ティービーで紹介されていてすごくかっこよかったですジーケンさん拓哉さんはアシックスなどはチェックされていますかということなんですけどもチェックされてますかアシックスは何足か購入したことあります<っ>でも今回のそのアトモスティービーのあってジーケンさんが言ってたやつじゃないですかあそうそうかばやさんが言ってたやつですよね、うん、アシックスは何ったゲルライト3ですねビームスとアヒューのオレンジコイっていう日本の魚のコイ先端とかが真っ赤っかんみたいなやつそれがファーストっすねコイコイっていうモデルでセカンドでオレンジコイそれのオレンジ版が出たんですよ ことありますねその前にはまたビームスとのコラボでゲル,ゲルマイねはい買、うん、いましたねそれぐらいですかねこれはもうジーケンさんの聞きたいですねいやーまずアトモスティーで「ミタスニーカーズベッチ出してくんのめちゃくちゃ斬新でおもろかったけどねそうかそうか、うん、だしちょっと見てくださいいやそもそも俺かばやさんが YouTube とか出るのとかも新鮮すぎて、はい、い出るんだと思ってそういう、ね、<laughs> そうそうそうでめちゃくちゃ面白かったしそのアシックス企画みたいな感じだったから、はい、その動画は。 ねチョイスされるのもすごく洗練されてるものをチョイスしてたりだとかオシャレな感じで俺的にも勉強になったと。はい、でアシックス自体チェックされてるかって話は大学自体が駅伝部でその当時のスポンサーがアシックスだったんですよ。だから はは俺の中でまだからそこら辺はねちょっと多分皆さんとかタケヤもそうだけども見方が若干やっぱ違ってくるのかなって思うんだけどスニーカーとしてのカジュアルとして見れてないとかまだそう見れてない部分が結構あるのかな、はい、ただやっぱり僕が好きなブランドでバルっていうブランドが、まあ、デザインをしてるというようなものに関してはこれはもう買わなきゃいけないっていう風な感覚にいますからある意味おしゃれっていうカテゴリーの スニーカーでアシックスを買うっていう一発目になると思います。これ変えたらの話だけどね。アシックスっていう色が出てきたよね。スニーカーメーカーでた色々あるけど、アシックスはアシックスで結構確立しつつあるような感覚にあるから、まあ引き続きチェックしていくような感じにはなるのかなと思います。まあ買ったらまた紹介させてよろしいただきますんで。よろしくお願いします。お願いします。これりょうさんですかね、はい、？rx yx o xw 亮、はい、さん,、はい、さんありがとうございます。はい、いつもコメンありがとうございます。ありがとうございます。アクセサリーとかしてますか？自分はクロームハーツが好きなのですが。お。二人は うです流行りの開業してみました結構ツーな方ですね俺はアクセサリー全くしないですその分ね眼鏡だったりとかあそっちがアクセサリーになるのかああまあそういう意味で言うと眼鏡かな僕はアクセサリーとかは基本的ティファニーのオールドのものだったりとかつけてます全然その感覚がなくて指輪とかも10年前ぐらいにつけてたけどマジでないね最近はつけようと思わないだから逆で家出るときと帰るときのルーティン化しちゃっててああ 気気持持ちち悪悪いいでですすだから別に何って新しく増やすとかも別に特にしたくはないんですけど基本的にこんな感じでつけてますそんな感じでしたじゃあティファニーエアフォースワンを狙うんですかいやいらないです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 って結局履きたいとかわかりますいやいや俺もちょっと意地悪な質問したけど拓哉は履かないだろうなとかいらないだろうなって絶対言うだろうなって思った上での質問したからそれがあね。 いやもうはかへんも持ってても意味ないしなまあねその領域まで来ましたね別に好きなブランドだろうがはかなかったらもう買わないまあなるほどなるほどそんな感じでした続いてこれ拓哉くんにこれ来てる質問なんですけど亮さんありがとうございますナナミカとタップスで迷ってるって前に行ってましたがはアウター買わなかかったんでしょうはい買いましたダブルタップスのアウターでダウン買いましたカタン買いましたついいつつい最近つい最近ですあじゃあんなら今週のタイミングはいもう家にあるんですけどそうなんやあるんですけど着てみたら暑すぎて今ちょっと ちょっと遅いな。 遅すぎる。ちょっと遅い。だから、画像だけやってきます。買ったよ。オッケー。オいただきます。わかりました。じゃ、エサイズ買いました。あ、そうなんだ。はい。ちなみにおいくらでした。七万九千二百円。オッケー。オッケー。やばいね。それなりに高かったですね。たっちゃんさん。お友達ですね。はい。もはや。最近大きな買い物したんですが、人生で一番高い買い物は何ですか。たっちゃんさん、買い物してたな。俺も拓哉のお友達っていうこともあって。ポップアップ来てくれた時に、俺インスタ交換したんですよ。車。 買っちゃったね。すげえ。いいっすよね。一番大きな買い物ってやっぱ車になるんじゃないですか。ジーケンさんの場合って車持ってないじゃないですか。持っジーケンさんは何ですか。パソコンや。三十万ぐらいするこれ。僕が知ってる限りはそうですね。あとマジでないね。僕は車ですね。車買ってた。岐阜の時に車買ってたんですけど。何がっつたん。プリウス買ったんですけど、キャッシュで払ったんで。え？何買ったん。貯金してたんですよ。すご。ロレックスとかいたいですけどね。それこそ時計のあれあったよ。海老原さんが僕は G 職大好きマンなんですが。 携人の時計のおすすめありますかっていうことなんですけど、時計でもアップローチのね、僕はアップローチですね。なんか逆につけたい時計とかあんのロレックスをつけたい欲がある。 今の話からするとあん27なんですけど、うん、30歳とかそれなりの節目だったりとかで1本欲しいいなとは思いますロレックスをロレックスがどうかっていうあれじゃないんですけど<ー>資産的なものも含めてロレックス買ってもいいかなとは思いますけど今じゃないなと思ってます俺逆にさロレックスはつけたくないんだよねファッションにもちょっと多分言えてることだと思うんだけど、はい、みんなつけてるしなんかつけてたらやばいみたいな,なんかいわゆるさ冗談ファンのなんちゃら 入ったたらやばいみたいなな感感覚と同じじような感じするのでも高級な時計をつけてることによってステータスであったりとか仕事をするにあたって、うん、あこの人分かってるなじゃないけどさ結構金持ってる人たちの関わりっていうのは俺はあんまないけどちょっとこう高級な時計を少しポンとつけてたらおっ っていう風になったりするっていうのは聞いたことあるからはい、はい、じゃあ何でもいいよっていうわけではないっていうのはわかるんだけどだとしても俺ロレックスはつけたくなないんだよねなるほどです、ね、うん俺がつけてるのは最近ちょっとつけてないけどルミノックスとタグホイヤータグホイヤーは俺父親から譲ってもらったものでルミノックスに関しては俺が普通に一目ぼれしたやつでもう廃盤になってるやつなんかそこら辺ぐらいかなまあそのなんか人それぞれ的なねにつなげて話をさせていただきたいんですけども先週のラジオの企画のコメントの中でね返したやつでスニーカーマニアでおしゃれで。 のやついるかってそうで <laughs>、はい、俺なりの意見をちょっと喋らせてもらいましたでまあそれに対してまあ皆さんどんな人がおしゃれなのかみたいなのもちょっと募ったんだっけなちょっと忘れましたけどもそしたらまあ皆様からねいろいろなコメントをいただきまして「CRD さんのファッションが好きです」とか「京都靴バカ野郎一代の方々は皆さんおしゃれです」とかね、はい、まあいろいろなその方々が思うねおしゃれな人たちをちょっとコメントで出していただいたんですけどもあれまずそこはありがとうございました。あありがとうございます、はい、ます、あ、やっぱ僕自身も、まあ 見てなかったりした部分があった中でやっぱこうちょっと無責任な発言だったのかなとちょっと反省してる部分あったんですよぶっちゃけいないでしょみたいな言ってたじゃん俺、はい、実際にまあこう探してみたら僕が多分リーチできてなかった部分でやっぱりおしゃれた人がいたんですよやっぱ僕もこう見ててね、はい、その調べて そうううううななななった時になんかかもう今後ここいいの言わないでおこうかなと僕自身意見もまあまあ言わないでおこうっていうかまあ言う時もあるかもしんないけど極力やっぱりある種押し付けみたいな感じで聞こえてしまってもしょうがないような表現だったし <laughs> 捉え方としては俺が一番おしゃれだみたいな感じの風にも聞こえかねないような発言だったりもしたからちょっとそこは俺の中で反省してた部分でしてですからちょっとあんまりねそういう風なのは言わないでおこうかなと思ってます。深い思われたた方がいたら本当にすまません申し訳ありませんん、はい ただまあ言いたいこと言うときは言わせてもらいますけどっていう感じでなんかすごいちょっとざっくりしたような発言で申し訳ないんですけどもちょっと発言は控えようかなと思った前回の動画でしたね。ありがとうございます。 次回二十回目の見え浦中の時はテストの前日です。そこで質問です。お二人は学生時代のテストをどのようにして乗り切りましたか。こんな勉強方法をしったとか教えてください。じゃあ前日を間に合う方法がい一個だけあります。ひたすら前日に暗記っす。僕はそれでしたね。全然勉強できなくて。一教科だけ得意なのがあったんですよ。歴史系は頭の中にバーっと入ってくるんで。前日でいいんですよ。なるほどね。僕はね。社会と。英語っすね。英語。英語。英語はもう全然勉強しなかったです。小六の時に準の英。 級取っててすごいよある程度文法も分かったんですよその時中学校レベルのだから勉強しなくてもいけましたその2教科は数学とかは数式だけ覚えとけば何とかなると思ってなるほどそれで頑張ってましたねなるほど俺も一夜漬けでしたね俺の学校の場合は2日でやってたんですよとりあえずひたすら叩き込むみたいな目の下にクマやりながらこう解いてたっていうような感じでしたねそれで乗り切ってましたてる学校では絶対つき物だからテストっていうのは絶対ありますからねだからどうしても避けられないことなんでねなんかこの年まで 逆に羨ましいなと思いますテストとか受けか。そういう久々に1回ぐらいテスト受けてもいいかなってああじゃあ俺ちょっと企画でやろうかいや大丈夫ですやりますわテスト受けですやろますわいや大丈夫ですやりすいっ大丈ですじゃますわいや大丈夫ですやりますわいやいやいや企画とかじゃなくてちゃんと学校行ってんかみんなとかとやりたいなっていう話ですよ何でもかんでも企画しないでくださいやりたいっすよそれはでもあれです一緒にやってもらいますからねいいよ別にそういいよ 近々なんかできたらやりたいなと思いますけども山田ジャパンさんありがとうございます,います、はい、結構プーマ履くんですけどプーマをどこかで取り上げてくださいぜひ、はい、お二人の合わせ方とか見たいですということなんですけどもですねこれですね今は控えておきますけども私プーマでめちゃくちゃ欲しいものが今1個ありまして <laughs> 言ってましたねはいちょっと今言わないといけますなんでかというと噂話なんですがめちゃくちゃ日本に入ってくるの少ないらしくちょっとこれで今話しちゃうとね<し>ごめんなさい <laughs> ち,ょちょっとごめんなさい <laughs> 発売前には話したいなとさすがにそれで これがちまちまこう黙っといて買いましたわ。さすがになんか配信者としてどうなの？ってなってくるから楽しみっすね。<laughs> あんの逆にうわ。めっ めっちゃ欲しいってなるものはないんですよ今のところね強いて言うなら普通のブーマスレードとかまあ普通に履きたいなとは思いますけどねなるほどね逆にその山田ジャパンさんがもしね今回のこの動画を見てるんだったら何が逆におすすめなのかを聞いてみたいけどねあそうですね、うん、ぜひお願いしますはいお願いしますありがとうございますじゃあタクタクミンミンさんも言っていいですかはいお願いします冒頭でファーストテイクの話が出ましたがちょうど iTunes 開いたら、えー、星町スイすイさんの新曲が全体の2位に入っていましたよすげースイちゃんおめでとうスイちゃんよくお二人は展示会で買っ あったとおっしゃられているんですが展示会ってどうやったら参加できるんですか参加できるんですかまあでも友人がいるとかではないでしょうかね、うん、こうなっちゃうとすごい俺ら特別感ありますみたいな感じで捉えられかねないんだけど、うん、アパレル自体ってそこまで給料良くないんですよだからやっぱそういうのがないと逆に買えないっていうのもあったりするし <laughs> まあだからって皆様が給料高いんでしょっていう話ではないんですけど結局そこら辺とかの兼ね合いもあったりもするのかなだから例えばそれこそ車屋さんで実際に展示会だったり 展示会があるのか知らんけどんモーターショーとか普通にある種タダで入れますよなのかだったりとかそういう感じですねなんかそういう風な感じかなって思いますね結局それが洋服になってるみたいなもんで結局関係者まあアパレルに携わってるからまあそういう風なお誘いもあるよっていう話ですちょっとした服利厚生すねまあそうだねなんかそういう風な感じですね関係者じゃないから入れないってわけじゃなくてほんと今タケヤが言ったみたいにその知り合いであったりとかいたりするともしかしたらお誘いが来るかもしれないっていう感じだからででももお誘いいいがないといけなとけんねここでまた線引きする のも変ななななな話っていいいいいうううかかかあんんまり聞こえががよくないかもしれでですけけどお客さんが行けるような場所ではないというかちょっとすいませんなんかこういう風な言い方になってしまいますがでも正直そんな感じなんですよ分かっていただけたらというか多分初めての投稿なんですかね天さん天さんポチさんにしときますポチさんにするかもしこの動画が見てるんだったら読み方ちょっと教えてくださいありがとうございます僕の青春時代の推しは鈴木亜美さんでしたとジーケンスタジオを見出してシュプリームとかをよく買ってたのがバルとかエトスに興味を持ち始めましたこれめちゃくちゃすごくないこれシュプリームかなってことですかこれすごいね、えー ちょっと嬉しいです僕も2月2日から3日で東京に出張に行くのでバルの店舗に行こうと思ってますお何買ったかまた報告しますあちょっとマジで教えてください今回のスウェットは水色が気になってます 178cm70kg でジャストよりちょいゆったりだとサイズはどれがいいですかね PS セーラーハットをセールで購入してからヘビロットかぶってますありがとうございましたということなんですけどもいや本当にまずありがとうございましたありました 178cm70kg だからたいまあそんながっちりしてるわけでもなくまあ中肉中背ぐらいなんじゃないかなと思うけど XL だと思いますねま XL だろうなサイズか L や ちょっとちょっとジャストな気するね普通 X だとちょっとやりすぎてる感もあるからうん178なんでねはい。羨ましいです羨ましい羨ましいですめちゃくちゃ羨ましいですまあでもサイズチャートも一応狂気は商品ページのところでありますのでもしよかったらそちらも参考にしていただけたらなと思います僕ら二人がおすすめするサイズでいうとくせるかなって思いますのでぜひ参考までにというような形でお願いしますお願いします続いておかじいさんありがとうございますいつもありがとうございます普通に多分コメントを頂いてたんですけどしてしまったのでまた送って いた,だいた <laughs> 再投稿された何か問題があったのかとびっくりして見に来たらまさかの手違いやっちまいましたねと <laughs> えすいません本当と <laughs> で GK スタジオさんが「あなたのコメントをお気に入りしました」メールが残ってたのでコメントを再投稿させていただきますかっこちょっと過失するかもスイ、えー、ちゃんさんのライブは28日だったけど大丈夫でしたいけたかっこいけてないはいいけてないです <laughs> 28日のライブは配信版が来月末まで視聴できるみたいです配信と現地でライブって別物ですけど興味のあるライブなら配信版でも見てみるのはいいんじゃないかと思います 僕の学生時代はアイドルブームっていうよりバンドブームでした。そんな中で僕が の頃ジュディアンド・マリーのユキちゃんが大好きで初めてファンクラブに入ったのもジュディ・マリーでした初遠征は高校3年の時のジュディ・マリーの東京ドームでのライブでしたアイドルだとハマったのはもう無数のカゴちゃんですねめっちゃ出演番組をビデオ録画してましたということなんですけれども、はいえー、私も、えー、実はモーニング娘。でいうとカゴちゃんが大好きでしたそうだったんですね、はい、<laughs> 一緒なんですね一緒でございます <laughs> なるほどですね <laughs> ちょっと通ずるものがあるということで <laughs> 僕と確かねカゴさんは確か同い年だったと思います、はい、1988年だった気がするんだよなちなみにバンドブームっていうこと あったけど、バンドなななんかかあるす好きババンンドドみたいなバンドとの,その区別がちょっとこれバンドなんていうのとかちょっとのぞいてね b ー u b e r w o r l d あとは最近とかだったらアニメの主題歌とかにもなってるんですけどあ<ー>まあヒゲダンだったりとかあ,<ー>あの辺とかも一応バンドっすよねまあバンドかなバンドっすかなお <laughs> <laughs> いで深いのはやっぱ b ズっすねあっ<ー>グレイもかなじゃあ b はちょっと親父がすごい好きであービーズの何が好きですか今夜月の ビューティフルライブやで僕の中学校世代のビーズって多分みんな一部と全部あー一部と全部はなんだブザービートっす、ね、出たはは <laughs> 俺逆にブザービート見てないんだよねああそうなんですか、うん、ブザービートはうちで見てたっすね僕ビーズあんまり聞かないんですけど <laughs> ジュースが好きっす、ね 熱いジュース。あそうです、ね、<laughs> あれ、ね、小文字の<れ>小文字のジュースでしょ。そう,そうそうそう。<laughs> あれ最高。<laughs> あれマジかっこいい <laughs>。ちょっとまあ再投稿していただいてありがとうございます。多分あの岡地さん以外の方でもね再投稿されてる方結構いらっしゃったと思いますので本当に <laughs> 僕のミスで、ね。<laughs> あれすみませんでし訳ありませんでした。ありがともしんどうさん、ありがとうございます。 楽しん、はい、いつも楽しく拝見させていただいていますありがとうございます,います、えー、以前パディントンのコメントを拾っていただきありがとうございました <laughs> パディントン <laughs> ああね,ね、はい、突然ですが GK のかきくけこって言ってもらっていいですかか業、うん、の発音が若干強めですよね気のせいでしょうかじゃあ一回言ってみてかきくけこかきくけこあいうえをかきくけこさしすすぞあいう <laughs> をかきくけこさしすすあいうえをかきくけこさしすすぞ <laughs> <laughs> もしかしたら津軽弁とかそっちにもかきっとはしてるかももしかしたらねちょっとすいませんなんか「パ」とか「バ」みたいな感じの「か」も破裂音みたいに聞こえてるて、ね、<laughs> ちょっと不快になってたらすいません「TOR さん」「ん。父さん」「ん。父さん」「父さん」さん「怒り信んじです」って言うて <laughs> 違うけど「怒り信じです」く <laughs> そほど似てないけどどうぞはじめましていつも楽しみに拝見させていただいてます 早速ですがお二人にとってコラボレーションここではファッションカテゴリーとしてはどのようなイメージなのかお伺いしたいですまた12%としても今後コラボについてどのような展開や考え方考えがあるのかもお願いします個人的にコラボしないという選択肢もストイックでかっけえと最近思ったりしてますなるほど社長自衛権社長しゃべってみました <laughs> うるせえよまああくまでもこれは僕の意見ということでねまあ僕が思うコラボレーションっていうのは例えば拓ヤも、まあ、僕の下についてないとしてでもこういうふうなう関係性があってさせてもらって ってる間柄っていう中でたくやも一人でブランドやってるとしますなんかおもろいことやろうよとかなんかこういうの作ろうよっていう風な話から進んでいったのは俺はコラボレーションだと思うんですよそれとはまた違ったもので例えばこキャラクターだとかその企業とかそのいわゆるみんなが結構大多数の方々が知ってるようなロゴキャラクターメーカーと一緒にやるものはまあ、一見コラボレーションに見えるんですけどあれはコラボレーションだと思ってないっていう感じかな、うん、僕もそう思います 同 <laughs> 意見ですかあそうですかじゃあ拓ヤみたいなそのキャッチーなキャラクターがいたとしますデフォルメしてるような感じでね、はいまあ、いたとしますとこれが、まあ、キティちゃんばりにかなり有名な認知されてます老若男女あれ拓ヤっていうキャラクターやんその時にこれって権利を、まあ、大きい会社だったりとか持ってるわけですねだからこれは作った人とかじゃなくてその権利を持ってる人たちがどう扱うかによるっていうところになっていけますとはいいんかな <laughs> <laughs> その中で僕のブランド じゃあ12でタクヤっていうキャラクターを使いたいたっていう風になった時にこれはある程度のお金が発生するわけなんですよ前者俺が言った拓ヤとの間柄があった中でなんか面白いことやろうぜあ,あいいっすねやりましょうこれはコラボレーションだとで後者に関してはもう本当に深い話をさせてもらってるんですけどこのキャラクターを使わせてほしいのでこのぐらい支払いますっていうのが後者なんですよお客さん側からしたらこれって一見ねまあどっちもコラボレーションこんな有名なところと一緒にやってんのすげえって思われてるかもしれない れれないんですけどそれは実際に違ってて違っててってっわけじゃないんだけど一一一緒緒緒にににやややっっっってるってててる言わななないいい、ね、<laughs> そうだねははね間違いないそれはそうだだから別にそれが悪いわけじゃないよそもそもすごいやんそ,うす、ね、そのじゃあ例えばじゃあキティちゃんで言えばタクエってキャラクターってなるとまたややこしいからキティちゃんを使いたいってなった時にそれなりの枚数いわゆるあのじゃあ T シャツ作るってなったのも最低でも500作ってくださいとかそういうルールっていうかがあるんですよ規則というか。プラスもちろんそれを 使うにあたたっっっててもお金はかかかしまったりだとか、はい、もう結構いろいろ出費が普通にやるよりもかかるとその中でもう売れると在庫をなくすことができるっていう見込みができるっていう判断のもとやってるわけだからそれ,それはすごいよ。すごいことで,す、ね、でもめちゃくちゃすごい会社だと思うしブランドだと思うっていうふうには思う別にだから本当にやってる例えばワンピースとかまあベータに言うとコアコーラもそうかまあとかそういうふうなものをやってる人たちがダメとかダサいとかじゃなくてただその。 一つのカラリととしててまああそういうういい風ななことがあるよっていう感じかなそ<う>でそれで言うと僕のブランドではそれができないんですよ。やらないっていう気持ちもちょっとあるけど事実上できない。なんでかっていうとそのぐらいのお金も俺は積めないから僕自身がじゃあマーベルが好きでマーベルと一緒に何かしたいっていう風な話からそれが実現できたりするんだったらそれはライセンスとか案件とかもあるかもしれないけどまあある種夢が叶ってそれもストーリー性っていうのは視聴者側もおわすごいっていう風になると思ったりするんですけども。はいじゃあ それもタクヤはじゃあポケモンだったりもするしです、ね、俺がいきなりポケモンとやるのはわけわからんっていう話だったマーベルが実際にジーケンさんのブランドのことを見てくれてて普段よく見ていただいてるじゃないですかみたいな、うん、もしよかったら一緒にこれすごいっすよ、うん、これはすごいこれそれがそれがコラボだそれがコラボだよ俺,が俺から営業かけるみたいなマーベルのちょっと僕こういうブランドやっててこのマーベルのロゴ使いたいんですけどいいですかこれはまた話違うって反応で違うでもやっぱり視聴者さんが見るところでいうと商品が出て 出るタイミングしかか見れないから、ね、これめちゃくちゃ俺らは裏の話をしてるので、はい、もしかしたら怒られる可能性があるんですけれどもまあ <laughs>、はい、まあでもそういう風な感じですかねだから僕そ,、ね、そのごめんなさいコメントの答えで言うとコラボしないという選択肢っていうのは企業とかキャラクターのコラボは 今のところ考えてないですそ理由としてはそもそも僕に関連性のないものでやっても意味がないっていうところ、はい、あとは普通にそれを詰めるぐらいのお金がないっていうところ <laughs> あとその500枚なのか1000枚なのか結構多い枚数を作らなきゃいけないっていうのに俺がそれを裁ききる自信がないっていうのがありますだからそれをやりませんただこういうふうな知り合いっていう人と人との知り合いの関係性の中でやらせていただくっていうコラボをやると思いますっていうふうな感じですかねそんな感じでございいますはい 森脇康夫さん多分合ってると思うんですけど間違ってたらまたコメントください森脇さんに緒行きましょう森脇さんはいコメントありがとうございますラジオの方は初コメしますジーケンさんのスニーカーだけのこだわらずの考えはさすがだと思いますねあえてそれを踏まえて聞いてみたいのですが12%でどこかメーカーとコラボして靴が出せるとしたらどうしますかまた12%で完全オリジナルで靴を作るなんてのはやらないんですかはいジーケン社長お願いします2連続ですいややりたいですよできるならねただまあナイキが好きなわけじゃないですか僕 エエアアママッッククススが好きででもう一番はエアマックスやりたいですよそんなだけど例えばエアマックスやる前に多分他のメーカーとかやっちゃうと俺多分もうエアマックスやる夢はついえると思う<ー>このせめぎ合いはあるよね現時点でオファーとかないですよないんですけど例えばそのナイキじゃないどこかしらのところと GKBETUGKEN の色別注どうですかとかって言われたらめっちゃ迷うっすねどうしようかなって、ね、どうしたろうかなって思っちゃうまあアトモスにいて靴メインの方やらしてもらって退社してそのまま僕洋服の方入ったじゃないですか 普通にまた少し携わることができるっていうふうな考えになってくると俺の中で胸熱なんだけどあそう,、ね、そう長年の夢というかはい、はい、作りたいもののエアマックスっていうものがナイキ以外のメーカーでもし来た場合はエアマックスの夢は継いでちゃうからどうしちゃおうかなっていう感じ、まあ、ナイキってその節あるじゃないですか、ね、<laughs> なんかそうだね、はい、いやそう,そういうルールがナイキさんにあるとは知らないですよだからまあそこに関してはもうやりたいけど点点点っていう,うな感じですどうすんの,のグラビスとか来たらいやー ママジジでで考えるるいろんな人に相談する完全オリジナルの靴っていうところで言うとそれこそそういった靴に携わるような感じ色から、ね、着手していくような感じをやっていった時にノウハウを知った上でやりたいねやるんだったらそ,うです、ね、そもそもやっぱ洋服今作ってはいるけど靴とはまたマジで違う話だから確かに,確かにアパレルとはいえだからそこに関してはまたちょっと話変わってくるのでまずやるんだったら1歩目はそのメーカーさんの協力をいただいた上での制作をしたいかなって感じですかね。はいまあそんな感じ 感じでございますねありがとうございますはいではお待たせしましたありったけのー上げさん <laughs> ありがとうございますえー、っと皆さんはじめましてなめっくせから来たありっ子ですえーちょっと と、すみません、わけわからないです A 型ですって僕もコメント返すなら、最後の営業かなと思ったんですけどアリコラさん、ちょっと本当にどういうことですか A 型だったんですね、B 型だと思ったんですけどねちなみに納豆はお好きですかってことなんですけど、好きですか納豆好きですよ、僕も大好きどうやって食べますからし入れて、からし入れるは入れるは入れるはですネギネギはあったらですけど なんかこの中に入ってる中でもすばしたいタイプののあーなるほどね。米の上に僕は乗せますねあ乗せる彼女は乗せずにやっぱ食べますけど分けて食うんだあれですねあったかくなるのが嫌だとかいやっていうか納豆の成分が壊れちゃうらしいえー、そうなんですね聞いた話によると分けてます分けてるそう、ね、それを聞いて分けるようになった全部整ってたんだよ、えーキムチ 入れて、ネギ少量入れて、もう一滴二滴のごま油だね。最高。僕の彼女みたいなことするの。のあ、マジで。<う>めちゃくちゃうまいぞ。じゃあ、血液型関係で、フラワー八七さん、百条前のこめ、動画にコメントしたような、してないような、忘れてしまったので。竹谷さん、私の血液型は何型でしょうか。ありちいってことなんですけども。ぼ <laughs> 僕に聞いてます、ね。四、四だけなんで。でも正直、アリコラさんよりもヒントは少ないよ。え、でも <laughs> A. B. は、正直省こうかなと。おお、それ、それ、なんか根拠あるんですか。A. B. と O. は、もう省くっす。 なんでなんでなんで人口人工少ないからそもそもあえ確率論で言って少ないんで俺オーヤでスペック高いですよどれの血液にも入れるじゃないですかも少ないらしいですよえそうなの俺家族全員オーヤでそれはもうそこらの関係で来てるからそんなこと言われても困るけどそんな中でフラワーハチレンさんは B 型ですねもう全部 B 型ですマジで次コメントはいお願いしますこういう不雑なコメントの話もいいでしょいいでしょいいでしょだしもしかしたら僕の血液 もう当ててくださいみたいなもあで、ね、新しいコーナーできそうですよねそうそうそうまあありがとうございますありがとうございますとね。で最後これちょっといいですかご指摘っていう言い方しちゃうとあれですけどもふたみ T さんいつも楽しく拝見していますありがとうございますありがとうございます一つ改善していただきたいのですがピンマイクの性能が良くないのかお二人の話が盛り上がってくると、うん、音量の定規が激しく音割れがひどく聞きづらいですすいません すみません。申し訳ありません、えー。見えるラジオが好きで、作業用 BGM 代わりに聞くことも多いので、えー、音の環境をもっと良くしてほしいです。買っていってすみませんってことなんですけども、うん、本当に申し訳ございませんでした。すみません。はい。っ、えー、ていうのも、ちょっとこのピンマイク一応つけてはいるんですけども、その原因って言って音量をちょっと上げて編集してるんですよ。ですから、ちょっとそこを下げるようにします。やっぱ聞きづらいかなっていう風な、えー、我々の判断でちょっと上げてた部分があったので、まあその作業用 BGM 代わりに聞くことがあるっていう中で。 音割れしてたらかなりのストレスだからね <laughs> 意味ないですから、ね、そうだからちょっとすみません改善させていただきたいなと思いますありがとうございます、はい、ご指摘いただきましてまたあま、はい、お願いしますありがとうございますまあまあそんな感じですかはい。今回多めに拾わせていただきましたまあ来週自体もまたラジオ企画自体はやっていくとは思いますしまあ来週はねスタジオの環境が多分整ってると思いますのでそうですねまたその周りの見え方が若干科学的に違うかもしれませんけれどもまたいつも通りの大きい机を挟んでの撮影になるかなと思いますのでまあよろしくお願い しますっていうところと冒頭でも言いましたけれどもやっぱりちょっと今週はかなりね引っ越しですごく時間を費やしてしまった1週間だったっていうこともありましたから毎日投稿できるように頑張りますって言ったにもかかわらずまたできてなかった部分もあったので引っ越しに関しては落ち着いた部分もありますから引き続きまた毎日投稿やっていけるように頑張っていこうかなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。そんんななな感感じじででででちちょょょっっっととと今回回回はここで終わりまししううか、はい、20回目目いう、まあ、ある種節目な、えー、回だったんですけけれどもちょっとイレギュラーな感じでお届けしたって というところと、まあ、来週は21回目も普通通常通りまた戻りますので、はい、えよろしくお願いいたします。はい、ということでここまでさせていただきます。お